1日1回無料。一発勝負でいこう。アルル使えないし。終わった、アルル。終わったー。行きましょう。久々だな、スコアタをこうやってちゃんとやるのがまず久々だわ。これあれかな、あんま時間かかんない。アルルと一緒なんだよね。攻撃力アップ2体のスコアアップが1体だから、アルルと一緒の感じでできるから、そんな時間かかんないです。ちょ、待って、やばくない？あれ？どうやってやるんだっけ？あ、これでいいのか。これでフドライザーにして、シュカ運ゲーだ。シュカ運ゲーだ。シュカ運ゲーで、あ、やべ、やべ、やべ、あ、ちょ、待って。ちょ、あれ？どうやってやるんだっけ？あれ？いや、これでいけんのか。おい、一発勝負だぞ、おい。オッケー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 。あ、思い出したわ。あ、オッケー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 。これで、あれじゃない？これでいけるわ。よしよしよし。あ、オッケー。もう頭に入った。ずっとあれだったからさ。ずっとアレルだったからさ。もう不動ライザー忘れたまであるけど。来た。来た。これで、そう、基本主化打って、不動ライザーを膨らまして、不動ライザー、バーン。これの繰り返しだよね。大迷宮の繰り返しだよね。よし、そう、主化デカップにね、降ってくるからね。なるほど。なるほど。オッケー？そこ、膨らましたらやばくない？ちょい。でもちょっとね、これ2体だから、フドライザーとシュカ2体は運ゲーみたいなとこあるよ。正直。時間かからないけど、ちょっと運ゲー絡むよね、みたいなところはある。ところはあるが。あ、これシュカ運ゲーでしょ？負けたね、運ゲーに。運ゲーに負けたね。でも、まあ、なんとかなるみたいな。ほら、なんとかなるみたいなところはある。あるわ。よし。あの、ダンドリー、赤いダンドリーはあれね。あの、妖魔人キャラだから、入れたっていうやつ。はい、OK でーす。もうちょっとで飛ばすけど。もう、こんな長いことやってもあれだからね。もうちょっとで飛ばすけど。あ、でもいけるかね？どんぐらいいくんだろう。カンストは無理だよね、さすがに。多分。この速さと。でも多分、アルルの、あれだと思うんだよね。半分ぐらいの時間でいけると思うんだよね。半分ぐらいでいけるでしょ。よーし。待って、ギリギリセーフ。あそこで溜まるんかい。よし。まあこんな感じかな。これが一番おすすめでしょ。これが一番おすすめだわ。時間かかんないし、それなりにスコア出るし、みたいな感じかな。これは、主観でいけるでしょ。はい、OK！ もういいかな。ニークスとかな。ニークス。あ、この場合はあれね。この場合は落ちてきたからもう主化をバーって膨らまして、で、もう雷鳴剣で、はい、いい感じのループ、みたいな感じでーす。オッケー。おじいちゃんも使えなくなったからなぁ。まあ、今週だけなのかな、わかんないけど。ちょっと寂しいね。まあ、おじいちゃん嫌いとはいえなんか寂しいね。うん、なんか、もうちょっとあれすればいいのにね。ランク縛りとかにすればいいのにね。その、キャラ、これ使いませんとかじゃなくてさ。あ、待って、終わっちゃったじゃん。終わっちゃったわ、そんなこと言ってたら。終わっちゃったわ。どんぐらい？ 5000 なら、まあじゃないの。わかんないけど、まあじゃないの。これ、こまみでフィーバーゲージブイって言って、100億いってればセーフにしよう。いってるわ、OK。なんかここはまあ適当でいいでしょ。赤い段取り見やすいな。ん？こまみで？大丈夫これ。なんか変なとこ膨らまないこれ。あー、神でもないか。あ、でも神だ。まあこんな感じかな。まあもう、多分動画でやったことあるよね。多分やったことある気がするから大丈夫でしょ。はい、オッケー。ってな感じで、これを、ずっと続けていくという感じでしょう。はい。不動雷鳴拳。
待って、これないないもうない0秒これこれない0秒ある0秒これない0秒かある0秒かない0秒かよ。ちょ、最後もったいな。ちょ待って、じゃあ一発勝負ミスった。ちょ一発勝負ミスった。ちょでも一発勝負でさ400億で570億だな。まあじゃないの。まあまあでしょ。570億結構いくな。今のでか。今のでもうちょっといける気がする。しかもなんか楽しかったな。なんかもう一回やりたいもん。楽しかったな。はいはい、1位ならセーフ。オッケー、1位という感じで。やっぱりみんなあれだね、そりゃアルルとブルジョは使えないからそんなにスコアいかないっていうやつ。はい、ってことでこのパーティーは結構おすすめかな。今のでね、時間が25分ぐらいで終わるから、まあアルルの半分ぐらいで終わるし、それなりにスコア出せるし、シュカと不動ライザーさえ持ってればね、あの攻撃力アップスコアアップは最悪誰でもいいからね、結構いいかなと思います。はい、ということで本日は以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。